あの有名な巌流島の決闘。武蔵は時間に遅れてきた？船の貝を削った木刀で戦った？さまざまな説が入り乱れる武蔵の戦い。史実を探っていくと、浮かび上がってくるのは武蔵の緻密な戦略、敵を出し抜く心理戦、徹底した状況分析。剣豪武蔵からピンチを打開する極意を学びます。名著司会の磯野優子です。伊集院光です。五輪の書3回目になりました。伊集院さん、これまでの印象はいかがでしょうか。僕もともと先入観で五輪の書はもうゴリゴリの剣のことだけを書いたような本だと思い込んでたんですけども、最初にそうじゃないと、世の中のこう全てのことに関して割とこうマルチに書かれてて、でさらにはこの剣のことの部分も我々のこう現代の生活とか仕事にかなりこう応用できるしみたいな、だから今日ワクワクしながら臨んでおります。今回は蚊の巻です。いよいよ戦い方ということで、あの有名な戦いも出てきますよ。なるほど、例のやつですね。はい、はい、例の指南役は今回も放送大学教授魚住隆さんです。どうぞよろしくお願いいたします。宮本武蔵は五輪の書の最初に29歳までに60回余り勝負に勝ったと記していますけれども、そこにはやっぱり武蔵の戦術というのがあったんでしょうか。もちろんありますね、でまず武蔵は敵を見抜くことを言います。その敵の得意技、あるいは弱点、あるいは敵の癖というのもちゃんと見抜くんですね。でその上でどうすれば勝てるのか、戦い方を徹底的にシミュレーションもしてますし、そして自分に有利に、相手には不利にという形で工夫をしています。そういう工夫というのをこの五輪の書の蚊の巻に書いております。では早速中身に参りましょう、はい、まず大事なのは相手をしっかり分析する方法です。武蔵はこんな風に書いています。師匠は蚊の巻には戦う相手の分析法が書かれているとおっしゃっておられたが、敵の心を読むための方法、敵になる。敵になるというのは我が身を敵になり変えて考えてみるべきことである。世の中を見ると盗みなどをして家の中に賊が立てこもった時に、その賊を強いと思ってしまうものである。けれども賊の身になって考えてみれば、世の中の人すべてを相手として逃げ込んでどうしようもない心でいる。確かに強盗は強くて恐ろしいと思ってしまうけど、もし自分が強盗だったらいつ捕まるか不安でしょうがないだろうな。でももし相手がじっと動かず何を考えているかわからないとしたら、影を動かすというのは敵が何を狙っているのかわからない時のことである。敵が太刀を後ろに構えたり脇に構えたりした時、ふっと打つ気配を見せれば敵は思っている心を太刀に表すものである。そうして見えた影を抑える。影を抑えるというのは敵の方から仕掛ける心が見えた時のことである。敵が技を出そうとする兆しを抑えて、敵の病んだ拍子に自分が勝てる利を受けて戦を仕掛けるものである。影を動かす、影を抑える、あります。この影の字が2つこう違うのが意味があるんですね。ありますね。
この影というのはまだ実際に技として現れていない。ただ相手の心の内にある。でもそれが何なのかわからないからフェイントをかける。ついその思っていることというのを技に出す。それは影を動かすですね。この影というのはこれもやっぱり技を出す前ですが、相手がやろうとしていることが見えている。見えてるけどもしそういうふうに打ってくるとすればこちらはこう返すぞという返し方というのをこちらの構えとしてやれば、そのそういう技をやろうと思ったけどその技っていうのは打ち出せなくなっちゃうんですね。それを影を抑えるという言い方でしているということです。何にでも応用できそうで、例えば商売でもそうですけども、向こうがいくらなら買うんだっていう、ね、ましてやその、うん、買うのか買わないのか全くわからない時にはもしかしたらこっちの方から少し例えば高めだけど値段交渉した方がいいとか、うんね、もしくはもう向こうが買う気満々でいる時にはこうするべきみたいな。やっぱりその敵との関係で常に自分が主導権を握ってやらないといけない。その武蔵は自分のその目からだけではなくて自分と相手とそれをもっと俯瞰するような目で見て、そしてその常に自分が主導権を握る、そういうことを言ってますね。さあそんな武蔵のこの知恵を働かせた戦い方を知った上で、はい、有名な巌流島の戦いを見ていきますと、またどんな風に向かっていったのかが分かるんですよ。ちょっと面白そうですね、はい、そもそも私たちがこうイメージする巌流島の戦いは創作が入ってるんですよね。そうですね。例えば遅れたとか、あるいは船の貝を削ったとか、そういう話も実は別々のところにあった話を全部一緒にして、そして作られた創作ということが分かってますね。武蔵に関していろんな話が出てくるっていうのは、だいたい武蔵が亡くなってから70年後ぐらいです、つまり70年後ってもう武蔵のことは全然知らない世代ですね、そういう時になってから結構いろんな話が出てくるんですね。ですからほとんど創作というのいっぱい入ってる。持っちゃった話っていうのも、持っちゃった話、あと伝聞していくじゃないですか。伊集院っていうのはでかいっていうのを、会った人のでかさとでかかったらしいよっていうと70年後に俺300キロぐらいになってる可能性があるわけで、ただね、ただその太ってたってことは嘘じゃなかったりとか、でその話の大元があったりとか、元があるんですね。なるほど。武蔵のこの小次郎との話というのを、まあ、一番信用できる資料として残されているのは、実は武蔵が亡くなってから9年後。あ、そういうのあるんですか。はい、武蔵の養子が建てた碑というのが現在も小倉に立ってるんですね。そのところに巌流の勝負について書かれています、はい、へえ。それがこちらです。何が書かれているのかといいますと、両雄同時に相返し巌流、これ小次郎のことです。三尺の白人真剣を手にしてきたり、命を顧みずして術を尽くす武蔵、木刀の一撃をもってこれを殺す電光なお遅きがごとしと書いてあるんですね、はい、武器を見ますと小次郎は三尺の白人、はい、そして武蔵は木刀だったと、そうです。でこの時に三尺とこう書いてあるんですが、はい、実は刀が普通の刀の長さっていうのは2尺4寸なんです、つまりこれぐらいのものなんです。これ刀です、はい、当時武士の持つ刀は刃渡り2尺4寸およそ72センチのものが普通でした。しかし小次郎はそれよりも長い三尺およそ90センチの刀で相手に勝っていたのです。武蔵はこの情報を踏まえた上で4尺2寸およそ126センチの木刀を自ら作り戦いに臨んだと言われています。小次郎というのは、はい、普段は自分の方刀って圧倒的に長いです。敵よりも、はいはい、その長さで勝ってるというところありますね、武蔵はそれを破る手段というのを考えたんだと思います。その長さが勝負になるとすれば、それよりも長い、これは木刀です。こんな刀はすぐにつけれるわけじゃないですから、木刀を作る。これねすごく面白いなと思うのは、敵になる、敵になる、で彼はどうやらその三尺の、まあ、長い、サイズの刀を持っている。でそれを
とてもこうメリットにしていて自信を持っているっていうことが分かったら、はい、じゃあ、その自信に打ち勝つのはなんだ、それより長いものを持ってくるですから間合いの勝負になりますから、あの要するにその相手の長い太刀っていうのはそれを外せばいいんですよね、うん、ここでやっても、うんうん、自分がそれを長い太刀ボンとやれば、うん、決まればそれでおしまい、一撃で決まるという形です。ちなみになんですけども、あのこれを持っていったということは、うん、まあ、よくあるのすぐね船の貝を削って作ったなんていうんじゃなくて、きちんと準備していった武蔵の姿が当然そうでしょう、浮かび上がりますよね、はい、たまたま長い貝があったわけじゃないわけですもんね、これね、ええ、もちろん、ええ、だって命をかける勝負ですよ、はい、そんな時にいきなり削ってそんなにその戦えるわけがないってですからこういうのはこれきちっとこれちゃんと先が細くなって、はい、ちゃんとこれ一部触れるようになってるんですね、あんまり気づかないですけど、ちょっとこれ伊集院さんちょっと武蔵の気持ちになってですか、いや確かにそうだね、こんなに分析する人が急に思いついて貝を削るわけはないし、でこれも理にかなってて、先生さらっとおっしゃったけど、うん、じゃあ長い刀、より長い刀を一から作ろうと思えば、うん、その期間的に時間がもう脳にない、ないですない、はい、だから、うん、仕方ないから木刀にはなるんだけど、うん、その木刀の中でベストを尽くそうと思えば、うん、自分の腕力に合うものを作ってるはずですよね、うんうん、だから必然的に勝つべくして勝つように工夫していくんですよ、で勝負は最後は一瞬ですよね、でしかもあの負けるってことは、うん、あの再戦はないんですもんね、死んじゃうんだから、この時代は命がかかってるんだ、ね、うん、さあそしてこの巌流島の戦いの次に有名な吉岡一門との戦いを次はご紹介しましょう。武蔵の戦術はどんな風になっていったんでしょうか。今度は多勢との戦いです。吉岡一門は室町幕府の将軍足利家に兵法の師範として仕えてきた名門の道場でした。武者修行のために上京した武蔵は吉岡一門と三度戦い、その全てに勝利したと言われています。当主の清十郎、その弟の伝七郎をあっという間に倒されてしまった吉岡一門、名門の危機に直面した門弟たち、三度目の戦いでは武蔵一人を大勢で討ち取ろうとしました。ここで武蔵はまず対戦相手だった当主の息子又七郎を討ち果たします。さらに弓や槍を持った数十人の門弟たちを相手に無事に帰ってきたため、京の人々は驚いたといいます。武蔵先生はどうやってあの大勢と戦ったのだろう。私だったら頭が真っ白になってしまうかもしれない。いや、しかしこの五輪の書、武蔵先生の戦い方を読み解けばどうすればいいのかは分かる。戦いになって敵を追い回すには、動きにくい場所を敵の後ろにさせ難所へ追い込むことが大事である。足場が悪いところや脇に障害物があるところで、いずれも場の特性を生かして場の価値を得るのである。よくよく吟味し鍛錬あるべきものである。よくこう僕ら時代劇あるあるとかで言うんだけど、ええ、大勢でこう主人公を囲んでるのに、あの一人一人かかってくるじゃないですか。でそれを順番に綺麗に、まあ上手にバッタバッタとやるのが、まあこれ痛快時代がそれが面白いんだからいいんだけど、実際はそうはいかないじゃないですか。そうです、そうです。ってことは場面も違ってたはずじゃないですか、これは、はい、そこを分析するのは楽しそうですね、うん、ここで武蔵は戦う場所が大事だと言っていますよね。その一門の人たちと戦ったというところも、まあ、京都の一条下がりますというところだと言われてるんですが、まあ、そういうもうちょっと行けばあの森になりますね、まあ、その今はちょっと開発で変わってますけれども、おそらく武蔵はあの相手が大勢だと、しかも弓を持った者までいるということだったら森の方へパッと走り込んじゃったと思いますね。で森だったらその障害物がありますから大勢でも囲むこともできない、それから弓も使えないというようなその場面にちゃんと武蔵は持っていってると思います。それもおそらくその
事前の分析ですよね。ちゃんと事前に見てたと思いますね、はい、そういうところ行っちゃえば、うん、敵がいくら大勢だってもやっぱり魚つなぎって言うんですけども、一人ずっと つながってやってこざるを得ない。なるほど、うん、魚つなぎという言葉が出てきました、はい、ここにちょっとご覧いただきましょう。なんとかして敵を一つながりの魚つなぎに追い込むように仕掛け、敵が重なったと見ればそのまま間を空けず強く払い込むべきである。主導権を自分が握って自分が行くんですよね、動くんですよね、はいはい、非常に分かりやすい例っていうのはあぜ道ですよ、田んぼのあぜ道、両方その行けないですから、そういうところでバーッと走り込んじゃったらあとみんなついてきますよね。そこを振り返ってすれば大勢の戦いが1対1の戦いになりますよね。いや、あのママ友同士の話だってそうよ、何か決めなきゃならなかったら、お家に招いてこっちでお茶をお出しするのか向こうに行ってお話しするのかで、うん、おそらく違う局面で、うん、確かにあったりするはず。ホームの戦いと、アウェーの戦いと全く違いますからね、はい、自分が少数意見だとするじゃない、これが多勢に無勢ですよ1対5かもしれない6かもしれないけども、同時にわーって反対意見を言われないように何か一人じゃなきゃいけない状況を作りましょうと。でその時にこの一番最初に来るであろうお母さんの好きな食べ物ね、好きな話題ね、それをこう出していくとこう来るっていうのをやっていくと、まさかのこう自分の少数意見が通ることも、相手の心に入り込んだりとか、魚つなぎにして向こう魚つなぎにならざるを得ない場どういう場面かそれは分からないけど、作ればと。ちょっと私この後行きそうなのでちょっとメモって何かあるかもしれないもんね、ママたちとの間柄でね、はい、ありがとうございますさあ、あの今まで見てきた戦い方も大変実用的でしたが、今度はそんな場面においての心理戦です。こちらをご覧ください。戦いの中で心理的なやり取りが発生する。その上での大事な心構えを武蔵先生はたくさん記している。まず一つ目、外五種、ネズミの頭に牛の首。外五種というのは、敵と戦う時には常にネズミの頭の最新さに牛の首の大胆さを持つと思って、まことに細やかなうちに突然大きな心になって大小を変えることが兵法では大事である。繊細に考え、時には大胆に戦い方を変えるということか。次は三回の代わり、有効でないのに同じ攻めを何度もすることは悪いことである。二度やっても通じなければ三度目は戦い方を変える。敵が山と思ったら海と仕掛け、海と思ったら山と仕掛けるのが兵法の道である。三回、向こうが山と思うならばこちらは海と思え。三回、同じ攻めを三回もしたらダメだよの三回覚えやすい。そして底を抜く、相手に勝ったと思って油断することもあるだろう。表面上は誰が見ても負けたように見えるかもしれない。しかし相手は心の内では自分が負けたなんて思っていないこともある。そうした時には自分が急に違う心になって敵の戦う心を絶やし、心底負けたという心になるのを見ることが第一である。この底を抜くのは太刀でも抜き、身でも抜き、心でも抜くのである。一つのやり方だけと思ってはならない。残す心があれば敵は崩れにくいものである。相手にまだ負けていないという心が残っていれば反撃されてしまう。それを完全に崩すのだ。最後のやつはなんかちょっとしびれるな俺は勝ったって思ってても向こうがそう思ってなければこの戦いは終わらないっていうことですもんね。まあなんかその喧嘩だったら仲良く仲直りして終わるのがいいんだけど、勝ち負けを決めるのは必要なことならば、あなたは負けたんですよっていうことをもうきちんと確認しないと。交渉事だっていろいろなそのシミュレーションっていうのはあるでしょ、うん、
でやっぱり相手も立ち自分も立つ落としどころってどういうとこなのかというのもちゃんと考えて、そしてどういうふうに主導権を握ってそこでいつの段階で出すのか、うん、でそういうのもやっぱり戦いじゃないですかね。そうだ、たかだか夫婦喧嘩だ多分そう、ね、そう、あのどこで収めるかとか、そうだよね、ここ今日はこれは言うぞとかあとこれはちゃんと収まったのか、あなたはちゃんと間違ってたということを今認めたのかみたいなことのなんかこう場所を決めとかないと、そうですね、あの心理戦だったりね、そうあるね、うん、あでもやだね、夫婦喧嘩に五輪の書を読んでくる奥さんはなかなか手強いけどもねもうあの明日から強くなれそうですよ伊集院さんもどうですか。そうだよね、だからすごい五輪の書本当にそうです、ね、なんか現代書として全然使える感じがする、うん、ここまで相手を徹底的に崩すそのための心理戦を読み解いてまいりました。さらにその上を行く武蔵の究極の戦い方がこんな言葉にあります。こちらです。枕の押さえ、敵が何かをしようと思う兆しを敵がしないうちに見抜いて、敵が打つという打つのうの字の頭を押さえて後をさせないこと、これが枕を押さえる心である。はあ、もう戦わずして勝つ、結局これはあの打たせるなと何もさせるなと言ってるんですよね、うんうん、そうですね、まあ、これをちょっとその転用して考えれば、要するに争い事というようなものを起こさないようにすればいいわけですよね、うんうん、そして自分自身がある面で思うようにうまくリードしていけば争い事って起こらないですよね。すごい、これってすごい大事なことを言ってる気がして、平和な状態ってどういうことだっていうと、まあ、ただ単にみんな何も考えないで平和って言葉あるんだけど、うん、これができてるから平和ってこともあるような気がして、はい、こうすごくハードな例えになることもあるだろうけど、日頃の外交をちゃんとやってるおかげで、ね、そのうと日本に何かしようと思わないような状況ができてたりとか、うん、根回しってことなのかもしれないし、うんうん、話し合いなのかもしれないし、でもとにかくこれ何か起こっちゃってからよりはこっちの方が、うん、そうです、そうです、全然いいと思うんですよね、ええ、武蔵の最晩年の言葉なんですが、我ことにおいて後悔をせずというんですね、うん、はい、つまり後悔するようなことでやったら、その当時の場面っていうのは真剣勝負ですから、うん、命がないわけですよね、うんうん、ですから後悔がないように事前に準備をし、その都度集中して勝負事っていうのはかけてるという、そういう場面だと思いますね。全盛期の笑っていいとものスタッフが、根回しはするが反省はしない生放送、毎日の生放送の中で準備と根回しはします、始まるまでにその生放送に失敗がないような努力は全部します、でも生放送が終わった後にうじうじ反省することはしない、うん、その次の回に対する根回しは始めます、まあ、次の試合があるから次の回にちゃんと行ければいいんですよ、はい、そういうことですね、教訓が、そうですね、うん、面白いね、いろいろ読み解いていただきました。次回はいよいよ最後です。第4回もどうぞお楽しみに。魚住先生、どうもありがとうございました。ありがとうございました。